人殿、よもや貴殿と肩を並べて戦う日が来ようとはな。うことの頼もしさ、かつて銀千代も感じておったのだろうか。かたじけない。これが秀忠様がお探しになっておられたものか。安仁殿、小鳥は助かり申した。また何かあればよろしく頼みまする。